皆さんはいかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。ご覧の通り札幌は雪景色でございます。で、まあこんな雪景色の時ですけどね、春に向けて小径の折りたたみ車に関してちょっと、お話をしてみたいなと思います。で、今回のテーマはですね、フレーム構造と、乗り心地というか長距離乗った時に感じられる何かに関してちょっと感じたことを述べてみたいと思います。で、こういうことを考えるきっかけになったのが実はこのマンハッタンの MP451AD ですね。これ一応ね、折りたたみの自転車店ですよとは言いながら、折りたたみ構造にはなっておりません。で、KHS のパッケージってやつですね。で、これは何回もお話ししとるんですけど、従来型のですね KHS のパッケージとは違って、フレームにですね衝撃を逃がすような構造がついておりません。よく考えたらうちも KHS の P シリーズに関してはね何台も販売したんですけども、フレームに、衝撃を下からの衝撃とかを逃がすような構造がないものに関して言うと扱うのが実は初めてで、私も乗ってみてですね、ちょっと今までのねうちでやってきました折りたたみ車、走り系の20インチですよと言われているものとはなんかやっぱ違う感じがありましたので、それに関してなぜなんだというふうにいろいろ考えた結果が、今からのお話ということになります。でですね、今までねうちでダゴンとかね折りたたみの構造の自転車っていうのは散々やってきましたけども、折りたたみの構造っていうのはどうしてもそこのところこう動きますから、で自動的に折りたたみの構造という時点で自動的に下からの衝撃だったりとかっていうのを逃がすような構造になっていると。ということは長距離乗った時に下からゴンゴン突き上げが来たりとかっていう、まあ、いわゆるね踏み込んだ時のダイレクト感っていうのはないんですけども、裏を返すと長距離乗った時は実は折りたたみ構造の車両の方が楽なんじゃねえのと。速く走るとかっていうのはまあ無理かもしれませんけど、長距離乗った時は実は疲れにくい構造になってるんではないかしらというようなことを感じるようになってきたわけです。というのもこれは折りたたみ構造ありません。で、ここのねベントステーってこういうふうにこう曲がってね下からのこう衝撃を逃がすようにはなってはいますが、アルミ構造でできててフレームパイプもそれなりに太いので、走りのダイレクト感ということの方がより強調される印象で、衝撃を逃がすとか疲れにくいとかいうような感じにはちょっと僕には映らなかったです。で、なぜねそのフレームに折りたたみ構造を持たない20インチの車両だとちょっとなんかうっていうような感じが長距離乗るとね出てくるのかということなんですけども、自転車の車輪っていうのは小さくなればなるほど下からのゴンというような突き上げをこう拾いやすくなります。これは乗ると分かるんですけど、 700C よりも20インチ、20インチよりも16インチ、16インチよりも14インチ、14インチよりも12インチの方が、下からのこう衝撃だったりとかそういったものを正直に伝えやすくなるのはこれはもうね物理的に仕方のないところでございます。で、それを逃がすために、例えばアレックス・モールトンなんていうのはさサスペンションを考えたわけですけども、それと同じような構造でないと20インチぐらいの自転車でもやっぱちょっと疲れが出ちゃうのかなということですね。で、なんでそうなるかというとですね実は、このフレームのパイプとかこの辺の太さっていうのは、700C のクロスバイクなんかとあまり変わらないような部材しか、まあなかなか量産品で行くとなった場合は、用意ができませんので、それもしょうがないんです。もともとホイールでね衝撃を逃がすような性質の ものを、使うというような、フレームの部材で車両を作るとなった場合に、それを自動的に小さくしてしまう、でそこでフレームの部材を変えないというふうになってしまうとそれなりにね、きついということなんじゃないかなと思います。でね、その辺のところタルタル川なんかやっぱうまくこう逃がしてるということにはなるわけです。で、例えばここのねフレームがパイプが極太でになってます。この辺でねじれ剛性っていうのをきちんと出して、でそこが強くなった分だけ体にかかる負担が大きくなってますから、こうサスペンションとかここでうまい具合に逃がしましょうというようなことになっております。じゃあ
さあタルタと MP451 では全然タルタの方がいいのかっていう話になるわけですけど、まあな、それはもう値段がもう全然違いますから、それ致し方のないことでしょう。でそう考えれば MP451AD は、6万8000円に消費税だったかな。その値段ね、この走り、長距離行こうという気になる、なんせ行こうという気になるっていうことが大事なんで、そういうような車両に仕上げてきたというところは KHS のやっぱり技量、腕の見せ所というか、その技術力がよくわかるところです。で今ねのお話は、まあ、あの車両の個性がこういうもんですよということで、それがいいか悪いかはねお客さんが決めることです。で今みたいなね話を参考にしていただいて、自分がどういう使い方をしたいのかとかいうようなところを踏まえたところでお選びいただければ、まあちょっとご相談いただければね、ここで指定というお話はできると思いますので、ぜひぜひねご来店の上ご相談いただければなというふうに思います。で KHS MP451 に関して言うと、ね、フレームがのガシッとしてて、割かし下からの衝撃を伝えやすいですよというお話はしてますけども、じゃあ疲れるだけのね、ダメ自転車かというと、そんなことはなくて、で、例えばホイールを変えて、タイヤを太くするとか、いう逃がしどころっていうのはね、どんだけでもありますので、それに関してもまたね、ご相談いただければなというふうに思います。